カイエーパーフェクトボーリング、今回は兵庫県神戸市にあります神戸六甲ボールより第38回六甲クイーンズオープントーナメントの模様を全4回にわたってお送りしています。放送席の解説は優勝28回 A 級シード杉本勝子プロです。実況は ABC テレビ北条英介でお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。リポーターインタビュアーは中岩寺香織さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この決勝ラウンドロビン、この大会の歴代優勝者も今シーズンの優勝者も残っていて本当に楽しみな顔ぶれとなりました。リポートしてまいります。よろしくお願いします。はい、お願いします。という、ね、お話もありましたが、はい、改めまして8人に絞られました。この顔ぶれは杉本さんいかがでしょうか。なんかすっごいいいメンバーで、はい、どの対戦見てもなんかワクワクするメンバーですよね。うん、まあ、もちろんこの六甲クイーンズのタイトルを取ったことがある選手もね、はい、姫路、坂本、寺下とそうなんですよいますし、はい、あとはルーキー選手もいる、はい、久しぶりの優勝を狙う選手もいる、初優勝を狙う選手もいる、はい、はい、そうなんですよね。まあ、ラウンドロビンですから勝敗によってポイント数も変わってきますので、そこも含めてね、どんな心境ですかね今ね。トータルピンの得意な人と、はい、こういう対戦が得意な人っていますからね。はい、はい、間もなく8人による決勝ステップラダー4人を目指した戦いが始まります。それでは第38回六甲クイーンズオープントーナメント、8名による決勝ラウンドロビン、まずは前半の4ゲームをお楽しみください。第38回六甲クイーンズオープントーナメント、この大会の競技方法はプロ85名、アマチュア10名がともに予選10ゲームを投球し、上位32名が準決勝へ進出。準決勝は5ゲームが行われ、予選から通算15ゲームのトータルピン上位8名が決勝ラウンドロビンへと進出します。決勝ラウンドロビンは8名による総当たり戦7ゲームとポジションマッチ1ゲーム、計8ゲームが行われ、トータルピン持ち込みによるボーナスポイント方式で上位4名が決勝ステップラダーに進出。ステップラダーは4位対3位による4位決定戦、その勝者と2位通過の選手による3位決定戦、そして1位通過の選手と勝ち上がってきた選手による優勝決定戦が行われ、2022年六甲クイーンズオープントーナメントの第38代サマークイーンが決定いたします。この大会の賞金総額は500万円、優勝賞金は120万円、またパーフェクト賞として準決勝までは5万円、決勝ラウンドロビンからは総額100万円が株式会社サザンモール六甲より贈られます。それでは第38回六甲クイーンズオープントーナメント決勝ラウンドロビン1組目のスタート、ご観戦の皆様は拍手をよろしくお願いします。決勝ラウンドロビン最初のゲームが始まります。それぞれのこのマッチアップの中でまずお互いの勝負があります。はい、勝った選手に30ポイント敗れた選手にはポイントはありません。引き分けは15ポイントずつ入ります。そこに加えてお互いのそれぞれのスコア200点を境に200を超えている部分がプラス、下回った部分がマイナスになります。ルーキーの今井双葉です。まあ、この選手も新人戦の優勝もありました。すでに上位争い愛嬌ホームの試合でも6位があったんですが、はい、この小久保同様この2人は決勝ラウンドロビンが初めてになります。初めて同士が最初に対戦しましたね。はい、まあ、やっぱり準決勝の時とはまた雰囲気が変わってきますね。はい、相手にも絶対勝つんだって計算しながら進めるタイプと、はい、
川崎さんが言ってましたよね。それを考えると自分がダメになっちゃうので、はい、自分の点数だけをって言ってましたよね。そういうタイプがあるんですよ。こちらの2人はどうなんでしょうね。ただ先に今井がオープンフレームを作ってしまいました。はい、国母です。国母はスペアです。国母にとっては決勝ラウンドロビンが初ということもあって、優勝自体もまだ経験がありません。プロ9年目、26歳です。ちょうどこの大会が行われているこの先7月26日が誕生日ですから、そこに向けてね、はい、いい結果を収めたいですね。あ、ずいぶんミシンしましたね。どうでしょうか、まずこの今井双葉の立ち上がりは、うん、ちょっと今井さんの方が緊張してるみたいでミスしてますね。1投目のミスもあり、国保さんの方が落ち着いて投げてるんですけど、はい、今井さんよりボールが少し曲がるので外に向けて返してるんですよ。そうすると天ピンが残るのが多くなるはずなんですけど、今は薄めいきましたけどね。はい、うん、右のレーン遅くなりましたって言うけど、中に入ると早いところがあるんですよ、あのように。はい、まあ、時間の経過とともにレーンコンディションにもだんだんと変化が出ています。今度はスペアです。このお二人はね、練習ボールの次にお互いにちょっと赤とかオレンジとか黒とか柄のボール投げてたんですよ、はい、お互いにね。それでお互いに黒いボールを持ってきて投げ始めたら両方が黒いボールにしましたね。そうですか。はい、あー曲がらない。ここで国防にもミスが起きました。あ、もちろんこのポイントというのはここまでのポイントもありますので、はい、アベレージで200以上オーバーした分はポイントでスタートしますからね、はい、ですのでこの準決勝終わった段階で5位通過今井、7位通過国母というところはもちろん上の1位、2位、3位あたりと比べると追う展開になってはいます。そうなんですね。あ、これはまっすぐ出ましたから来ました。先ほど1投目はね、間違って外に出ちゃったんですよ、はい、で2番8番が残って薄めで残ってそれを1ミスしちゃったっていうところなんで、今はちゃんと狙い通り行きましたね。はい、北条さん、はい、今井プロですね、今追う立場になりましたということだったんですけれども、はい、準決勝はやっぱり追われる立場だったということで緊張してないつもりだけれどもやっぱり追われるということを意識してしまったそうなんですね。また追ってくる選手がね、そうね、姫路プロ川崎プロがすごい勢いでしたからね。はい、で32人から8人に絞られるというのはなかなかアマチュアでは経験がないのでやっぱりそこもシビアだったなということを言ってましたね。なのでこのもう決勝ラウンドロビーもとにかく打つだけ打って気負わずに行きたいという話をしていました。はい、そうですよね。いろんな初めての経験をねしながら、はい、プロとしてキャリアを積んでいきます。ここも来ました。まず先に今井がオープンフレームを取り返しました。はい、しっかりねフィニッシュも決まってタイミングよく投げましたね。となると国母もここをしっかりダブルにして、はい、しっかりと並んでいきたいところです。北条さん、はい、すごい展開です。21、22番レーン、はい、坂本香耶プロ対久保田プロなんですけれども、はい、5フレまで坂本香耶プロ5連続ストライク、久保田プロ6連続ストライク。おこれはてます。ラウンドロビンがこれだけお互いが良くても一品差がつけば30ポイントの差がつくというね。なんですよね。今ね6フレを坂本香耶プロ投げたんですがここはカウント9という形になりました。なるほど、10番ピンが残りましたね。久保田彩香ギリギリの8位通過から逆襲の今6連続ストライク中です。第1ゲームに入っています。はい、いいですか。ここは丁寧に取っていきました。まあ、一つ間違いなく言えることはミスが相当影響しますこのラウンドロビンです。はい、先に一歩前に出たのは今井です。ここも取ると2マークリード。
ナッツ。いやー、このピンアクションね、はい、揺れてたんですけどね、ちょっと中通りましたね。はい、はい、国語にとってはこれはチャンスになりました、はい、ここをしっかり取っていければ少し薄めか。手応えはどのように見られますか。あの練習の時はもうちょっと外に向けて戻してたんですよ、はい、オイルの薄いところに出したから曲がってたんですけど、はい、今あのまっすぐ気味に投げてるんでオイルの中って通ってる感じで薄めいってるように見えますね、はい。まだね、2人ともしっくりきていない表情をずっと見せています。練習ボールでは2人とも掴んでたような感じはしたんですけどね。はい、北条さん、はい、21、22番連の坂本佳也プロ対久保田彩香プロなんですけれども、はい、ストライク続いてましたがそれぞれ7フレでオープンフレームを作りました。おー、そうですか、急な展開ですねお互いにミスですか。うん、おー、まあ、となると、まあ、一歩リードは久保田ですね。はい、横のレーン29-30は姫路寺下という2人が投げていまして、姫路がフォーススタートスピエなどにダブルが来ていますのでいい形でスタートしてますね。寺下がダブル2つという状況ですね。狙い通り行きました。ここはまだどちらが結果的に前に出るかわからない状況。今井が一つマークはリードはしていますが、小久保はストライクを相手が取ればしっかりと取らなければいけません。ここも天秤が残ってしまいます。やはり少しあの曲がる分出して戻そうって気持ちがあるんですよね、はい、そうすると天秤が残っちゃうんですよね。今井さんの方はほぼまっすぐ投げてちょんと入れてるんでね、はい、あのタップしにくいでしょうね。決勝ラウンドロビンはそれぞれのマッチアップのポイントもありまして勝った方に30ポイント入ります、はい、一品でもいいから勝ちたいですよね、はい、あーっとここで痛いミスになりました。これはねイージーミス2つですからね。リードが2マークに広がりました。今井がリードを取っています。またね、国語は現在7位ですのでスコア全体としても上げていく必要があります、はい、さあそして今井はもう一伸ばししていくチャンスです、はい、ボールがまたここで倒れない。これは気の毒なピンが残りましたね、はい、形は良かったですか。はい、いいですよね。これアンラッキーですよね。当たったんですけどね。このゲームはなかなかピンアクションが味方してくれません、うん、ここダブルだったから欲しかったでしょうね。ここから戻る、あー、おすすめですね。なかなか流れを作れない国防です。国防さん、もう一つのボールの方がストライクがたくさん来てたような気するんですけどね。最後の方でこれに決めましたからね、このボールにね、はい、ラウンドロビンは8ゲームあります。最後のゲームがそれぞれその状況の順位の1位2位さらには3位4位5位6位7位8位が戦うポジションマッチになります。久保はオープンフレーム2つという状況。170ペースです。今井は現在190ペース。厚く入ってしまいましたね。打ちミスですね、はい、
まだしっかり何かお互い探りながら掴み切れず、終盤のフレームに入っています。しっかり出しましたね、はい、うん、あのように出してたんですよね、はい、うん、北条さん、はい、1ゲーム終わりました、はい、坂本プロ対久保田プロなんですが、255対210で久保田プロが勝利を収めて、これは大きいですね。プラス85で8位ですけれどもね、はい、となっていきまして、横のレーンは姫路が235、寺下223、まずは姫路が30ポイント取りました。現在トップの姫路うらら、さあこのレーンにおいては今井がリードを取っています。ただ国母がストライクを取っていますので、ここでそうですね、ちょっと右に向けた方、あ、向けましたね、向けて返して天秤が倒れるかどうか、ダブルセブンピン、うん、ただ狙いは変えてきてますね、はい、あの先ほどはもっとまっすぐ投げてたのがちょっとね、出したらその分曲がってましたからね、はい、ラウンドロビンは準決勝までのピンポイント数というところから、さらには200を境にポイントも200を超えた分はプラス、下回ればマイナスという状況。ここは取ります、はい、さらにはお互いの戦いの中で勝った方に30ポイント、引き分けた場合は15ポイントずつ入ります。あ、ここは今井がしっかりと抑えていきました、はい、まあ、この結果でこの勝負はね、今井が取っていこうという形になってるんですけれども、はい、お、ちょっとここも倒れません。ちょっと歩くときに足が突っかかりましたね。あー、これはカウントダウンの、ちょっとお互いに取り切れませんでした ね。ただこの一投で今井がこの勝負は勝負、うん、勝利が決まりました。30ポイントは今井に入ります。国母はこれは厳しいスタートになってしまっています、はい、今井も30ポイント、まあ、こういう時に入る大きさはありますよね。これ大きいですよ、30ポイント入るのは。これもね、しっかり、あ、向こうに行ったら危ない、あ取りました。例えば横のレーンの姫路が235で勝利をしました。で、寺下223だったので、まあ、例えば190でね、勝てばポイントも出せば寺下と変わらないという扱いになりますからね。そうなんですよ、これがラウンドロビンです、はい、ボール変えてみましたね、あ、はい、まあ、ここでしっかり試していくという、そうなんです、はい、今井です、はい、この勝負は今井が191、国母が169という決着。最初のこのゲームのラウンドロビンプラスポイント30は今井二葉に入っています、はい、まあ、これがまだ続いていきますので、まだまだ分かりません。決勝ラウンドロビンの第一ゲームが終了しました。決勝ラウンドロビンの第二ゲームです。準決勝3位通過の坂本佳也、4位通過山田由紀です。まずは山田由紀、いいスタートを切りました。笑顔の山田です。今度は坂本、随分中目から行ってますよね、もうね、うん、はい、坂本佳也は2020年にこの第36回6億円ゾーンオープントーナメント優勝という経験があります、はい、去年は優勝がなかったので、2020年以来のまず自身の優勝を狙う大会でもあります。
坂本がプロ7年目、山田が8年目です。もうそんなになるんですね。そうなんです。ダブルスタート。山田由紀は2015年からプロ入りをして、その年に全日本を制覇しまして、そうでした。はい、はい、2年目の2016年に MK チャリティーカップ優勝、はい、本当に順調なプロのキャリアをスタートしたんですが、はい、まあ、自身の怪我もあったり、はい、あと最近はご結婚とご出産も経験されて、ね、いろいろ、ね、体作り大変です、まだまだですと言いながら苦労してきましたが、上位に入ってきています。はい、北条さん、はい、その山田プロ、まあ、本当にママさんになって もうキラキラ輝きながら、ね、ボーリングをやっている姿がすごくファンの皆さんにも勇気を与えてくれていると思うんですけれども、はい、そのお嬢さんのめぐりちゃんのお写真をですね、はい、携帯のカバー全面にして。あ、そうなんですか。そうですよ、もう見ながら頑張りながら、ね、試合中も戦っているということなんですが、今日も、ね、実はあのお家で応援してたんですが、やっぱり応援に来たいということで、これからお嬢さん会場に駆けつけるそうですので、さらにパワーアップするんじゃないでしょうか。でこのラウンドロビンなんですが、やはり一投一投気持ちを込めてしっかり悔いのない投球をしていきたいという話をしています。はい、地元が、ね、この関西ですので、今からでも駆けつけられるという山田裕貴のお子さんです。はい、あ、よく天秤に倒れました。さあ、ただここは2人とも力のある選手、手元に決勝ラウンドロビンの第1ゲームの結果が届きました。坂本、山田ともに敗れています。坂本佳也は210を出したんですが、前のゲーム255を出した久保田彩香に敗れました。山田由紀は196だった前のゲーム、川崎優衣が216を出して敗れました。他の試合では姫路うららが235を出して倉下千穂を破り、そしてこの前の放送連、今井が191だったんですが、国防を破ってプラスポイント30を取っています。上位4名までが決勝ステップラダーに進むことができます。坂本がこれで滝、やっぱり一つ乗るとこの選手は続きますからね。朝このレーンで290打ちましたからね。そうなんです、同じ形でスペアスタートから残りしっかりストライクを取ってとでしたね。はい、また同じようなスタートですね。となると山田もここは食らいついていく必要があります。現状の順位、第1ゲームが終わって1位が変わらず姫路、2位が川崎、3位が久保田、4位が坂本です。5位に今井、6位寺下、7位山田、8位国語になっています。北条さん、はい、久保田プロなんですけれども、この1ゲームで8位から思い切りジャンプアップしましたけれども、そうですね、ギリギリで入ってきたじゃない、まあ、ギリギリで頑張ったじゃないですか、はい、準決勝の最後のゲームなんですけれども、やらないで後悔するのは嫌だということで、やっぱり守らずに攻めていこうということで、ラインもちょっとですね、7、8枚目から、まあ、10枚目ぐらい中まで入れて、で攻めるボーリングでいってこの結果が得られたということで、はい、乗っていけるかもしれないですね、このまま。まあ、そこの選択判断力ですよね。山田はこれが倒れず、倒れなかった。まあ、特にこの先の決勝ステップラダーなどになってくると、その判断って杉本さん本当に大事になってきますもんね。ちょっと遅れちゃうとなかなかね、はい、もう190ぐらいで止まっちゃうんですよね。早く掴むと本当に250が出ちゃいますからね、はい、よくね、自分の投げ方が悪いと思っちゃうんですよね、はい、レーンじゃなくてね、それで変えきらないでっていうのがあるんですけど、曲がったら素直に、あ、遅くなったなぐらいに考えた方がいいんですよ、はい、レーンと、あ、ボール、投げ方、いろんな、ね、要素がボールにありますので、はい、北条さん、はい、なんか今のお話で言うと、坂本プロもですね、去年は調子が良くなかったじゃないですか、はい、自分を攻めちゃうことが多かったそうなんですよ。なのでやっぱりそれをちょっと客観的に見られるようになって、今は状態が良くなっているということで、今年は得るものが多いボーリングができているという話をしていました。その坂本ですけれども、5連続できています。はい、ナイスボールですね、今良かったですよ。はい、はい、はい、ナイスボール。いや、
坂本花也も7年目ですがまだ22歳なんですよ、ね、でもその気持ちの切り替え含めてね、はい、しっかりと自分で修正して挑んだシーズンで、今の内容ですからね、はい、止まらない6連続来ました。これもいいスコアが出そうです。これ以上は置いていかれたくない山田。ダブルです。まあ、勝敗以外の部分ではやっぱり200はしっかり超えておきたいですし、はい、200-230狙っていきたいですからね。相手がちょっと良すぎますのでね、坂本さんがいいので、はい、山田さんは本当に200-230じゃなくて250ぐらいを目指せば、うん、そうですね、はい、坂本です。ここで止まります。さあこれ持ってくれば山田はターキー。まだ分かりません。はい、わあこれはいい勝負になってきました。非常に表情も豊かにプレーしてますけれども、まあ、一時期よりもねそのあたりも手応え感じてるんでしょう。はい、山田が、ね、ここを取ると坂本に対してプレッシャーも、ね、与えていけます。うわ、残り方が来てしまった。いやちょっと気の毒に。本当にここのレーンではイメージよく投げてますね。出してしっかり戻してね。隣のレーンでは久保田川崎が戦っていまして、久保田がコースがあって220ペースで7フレームを終えています。川崎もコースがあって同じペースで第7フレームを終えています。接戦ですね。接戦ですね。このラウンドロビンはその最後の一品の差が30ポイントの差につながっていきます。はい、勝った方に30ポイントが入るラウンドロビン。いやー素晴らしい。坂本はこれは、まあ、このスコアですので山田相手の勝負しっかりと30ポイント取っていく中で、はい、さらに大きな加点を目指していきます。山田も可能な限り得点を取っていきます。この勝負の決着はすでにつきました。坂本花也が30ポイントを手にしています。あとはどこまで伸ばしていけるか。もう出しすぎましたね、ちょっと。あ、やはりね、天秤残りましたね。はい、まあ、ただ250を超えてきましたね、はい、250台ですからね。ですからプラス80ポイント以上という形になります。はい、ここはしっかりパンチアウトをした山田。残念、残ってしまいました。坂本花也ビッグゲームです。258、ここに勝利ポイント30ポイントが加わります。現在坂本花也4位。ここからまた順位を上げていくでしょう。山田は第9フレームのオープンフレームが痛かった一戦です。
これちょっとアンラッキーでしたけどね、はい、はい、214という内容、プラス14ポイントとなっています。横のレーンは大接戦、同じペースできて第9フレームもお互いストライクできてますね。で10フレーム目1投川崎が9ピン、久保田がこれ取るとカウントで久保田が2負けてましたので一気に逆転となっていきますが、この一投どうでしょうか。取りました、来ましたよ。ここはこの10フレームで決着がつきそうです。この後またしっかり結果分かりしたお伝えしていきます、はい、決勝ラウンドロビンの第2ゲームが放送レーン終了しています。スカイ A パーフェクトボーリング、今回は兵庫県神戸市にあります神戸六甲ボールより第38回六甲クイーンズオープントーナメントの模様をお送りしています。決勝ラウンドロビンは第3ゲームです。予選21位通過から上げてきて、はい、6位で準決勝を通過してきました寺下知花。おー、いいボール、はい、この神戸六甲ボールの所属ということもありまして、はい、大きな声援を受けています。対するが8位通過で上がってきた久保田彩香。こちらもストライク。久保田さんはこのレーン1回入っているのでね、大体分かってるけど、ね、寺下さん初めてですからね。この辺りをね、はい、どう対応していくのか。ちょっと右と左が違うのでその辺早めにつかめないと、出遅れちゃうのでね。プロ9年目寺下知花、六甲クイーンズは過去2018年19年と連覇を達成していまして、過去にこの大会連覇を達成した人はこの寺下のみ。実は優勝も複数回は過去最多の数が2ですから、うん、この大会優勝すれば大会記録の3度目の優勝というところも見えていきます。ただこれは倒れました。これはね、ダブルです。大きいですね。これラッキーで倒れましたね。今の1球で次のそのアングルをどうするかって決められますからね。はい。何かね、この神戸六甲ボール所属が味方しているような、うん、はい、そんなピンアクションです。久保田さんはこちらのレーンの方が遅いっていうのは分かってるんでね。しっかり対応はするんですが、うん、あとは天秤が倒れるかどうかですね。はい。はい、寺下がプロ9年目、久保田がプロ8年目、年齢も一つ寺下が上です。今回、ね、残ってる選手が実はそのいわゆるキャリアでいう中堅層に当たってくる選手が多くてですね、プロ7年目が坂本佳也、8年目に、この久保田、はい、川崎、はい、山田、はで9年目に寺下、小久保がいてと、そこにルーキーの今井にベテランの姫路がいるという状況ですね。あー、ルーキーと姫路さん以外はもう7、8、9年目、まあ、これからを、ね、背負っていかなければいけない、はいはい、そうですね、年次ですかね、はい、ラウンドロビンの第2ゲームの結果が入ってきました。今放送レーンにいる久保田彩香は連勝してますね。ですね。第2ゲームも233対、お伝えしたように川崎を最後の10フレ逆転で233対228で勝利をして30ポイントを手にしています。寺下は第1ゲームを姫路に敗れ、第2ゲームも232対194今井に敗れています。まだプラスポイントはゲットできていません。その他は姫路が国語に勝ち、坂本が山田に勝利しています。現在の順位は1位が姫路、2位が坂本、3位に久保田、4位に川崎、5位今井、6位山田、7位寺下、国語が8位となっています。久保田彩香は準決勝8位通過ギリギリでしたが、はい、いいスタートをね、このラウンドルビンは切っています。
寺下はねこの辺りで勝利ポイントが欲しいという第3ゲームです。これはどうか、あっとミスになりました。先にオープンフレームを作ってしまいました久保田彩香。これで寺下が2マークリードと変わります、はい、さ先ほどねブロックに行ったので多分左に立ってると思うんですよね、はい、でしっかり出して投げると思うんですが、ちょっと中にまた熱くまだ熱いんですよ、もうあれで寄って出してそれでも熱かったら今度はスパッとお腹にしないとダメなんですよ、はい、久保田が、ね、苦しんでいる間に何とか修正したいところですね。そうですね、久保田にとってまだ寺下が掴みきれていないというところは、はい、追いつけるチャンスでもあります。さあこの後また取ってすぐ取り返したい久保田です。久保田さんは分かっているので、あの天秤がさえ倒れれば、はい、ストライクが来ると思います。2人とも最後の優勝が2019年ですので、お互いに3年ぶりの優勝を狙う2人です。そんなに空いてるんですね、はいはい、その寺下プロなんですけれども、優勝した時ですね、この連覇した時の感覚が戻ってきてる感じあるんですかって聞いたら、はい、全く、ね、思い出せないんですって。へー、でもそれとは別に新しい感覚で自分で今手応えを感じ始めているという話をしていましたね。そして、はい、まあ、ここの所属となりまして、美味しいカレーライスがね、あの、寺下プロプロデュースの販売されていまして、はい、そちらも選手もファンの方もみんな、ね、買ってました。私も買わせていただきましたが、牛すじの、ね、入っていて甘くてジューシーだそうですよ。まだ買えるんですか。まだ売り切れてなかったら買えると思いますので、ほ後ほどどうぞ。ありがとうございます。牛すじが入ってるカレーなんですか。そうなんです。あ、中安さん牛すじ好きですからね。そうなんです。思わず3つ入りを買ってしまいました。お、終わってから食べてくださいね。かしこまりました。はい、まあ、というね、やっぱりあの元々人気のあった選手ですからね、この関西に来たことによってまたね、関西のファンの方も、はい、多分温かく応援を続けています。はい、あらら、久保田さんどうしたんですかね。もったいないミスが2つ起きてしまいました。久保田彩香です。ここまで2ゲーム調子が良かっただけにね、はい、寺下はこれはこの勝負においてはまずこの第6フレームダブルを取れば一気にリードを取れます。すで、はい、に3マークリード。どうしても、ね、この天秤が残ってしまうというのが今回 この放送レーンでは、ね、よく見られますけれども、それをどうするかです。もっと出すのか、あのちょっと入ってスパッとお腹に入れるか、その辺の替え時が、ね、難しいですよね。ここできました。久保田さんはもうレーンも分かってるんですけど、自分でミスしてるだけなんですよね。そうですね、このオープンレーン2つは防げたね、そうなんところでもあったので、はいはい、これはもったいないですよね、はい、これ横のレーンすごい戦いになってますよ。え、小久保山田なんですが、小久保が第3フレームから第1までずっとストライクを続けています。そして山田なんですが、こちらも負けていません。ダブルスタート第3フレームスペアの後第4から6連続。ちょっとここはものすごい勝負になってますよ。6位と8位の対決ですからね、これ勝利したら変わりそうですもんね、順位がね。そうですね、大きく上がりそうですよね。2人ともまだ勝ててないんですね。そうなんです。あ、これは勝ちたいですね。勝ちたいですね。国語プロ今天秤の1投目はカウントないんでしたね、はい、さあとりあえずダブルを持ってきましょう。これは大きい。ました。これで1個ミスが消えます。まだもう1つミスがありますからね。あ、
っとこの歓声は横の山田由紀です。はい、7連続の山田由紀。ここ山田はかなりのビッグスコア同士の決着になります。あれ、さあ寺下はこちらのレーンはいいんですよ、はい、ここはしっかり取っておきたいところですが、ここで割れてしまった。こうなるとここの勝負も分からなくなります。いい方でセブンテンですからね。東條さん、はい、山田プロがテンフル2投目のストライク来たんですが、はい、8連続ですか。真後ろにお嬢ちゃんのめぐりちゃんを応援してるんでパワーに変わってますね。やっぱり子供の力、母はしっかりとパワーに変えますね、はい、ねえ。さあ久保田がここを取ると一気に並んでいきます。いい感じですよ。ラッキーです。久保田が追いつきました。すごいですね、イージーミスしてね、はい、頑張りましたね。もったいないですよ、やはりイージーミスはね。寺下はこうなるとここねしっかり取らないと、はい、一気に突き放されてしまう可能性があります。寺下はストライクとはなりません。あ、今ボール変えましたかね。横のレーン決着つきましたね。山田279、国防259。山田由紀がここで一気に109ポイントプラスですね。お子さんが来てからすごいですね。ものすごいスコアが出ました、はい、山田由紀は6年ぶりの優勝を目指してますからね。ですね、これはね、ここもあれですね、いい試合ですね。これで、ここが倒れていれば久保田が一つリードを取れたんですが、これはものすごくいい戦いになっています。はい、今度は寺下がここを取るかどうかですね。7フレでドーピンですからね、はい、今しっかり並んでいます、はい、並んでますね。対照的な2人のスタートです。ここは接戦です。ここストライク出したい。あ、でもいい方ですからね、こちら倒れるか、倒れない。ピンが残ってしまいましたね。でこうなってくるとカウントが一つ、一品ちょっとこれがどう出るかですね。負けですからね。久保田さんの次のカウントもね、そうですね、影響してきますから。久保田が次1投目ストライク取ると、はい、かなり久保田は優位に働いていきます、はい、ドーピンになる可能性もありますしね。そうですね、ドーピンだと15ポイントずつです。はい、そうです。勝敗の30ポイントをドーピンの場合は分け合います。さらには200ピンを境に超えればその分がプラス、下回りはその分がマイナスのポイントになっていきます。決勝ラウンドロビンです。さあ先に投げるのは久保田、はい、現在カウントは1先行していますが、ここの1投目が大事になっていきます。ここで9ピンのみ、1ピン残ります。さあここで寺下がストライクを取るとまた寺下が優位になっていきます。持ってこれるか。こちらの方がちょっと残ってるんですよね。そこからうわー、このカウントダウンですよ。はい、はい、3ピン差になりました。いやいやいや、はい、これは久保田がかなり優位に進めています。久保田はこれをしっかり取らなければいけません、はい。さあ寺下はまずここしっかり取った上で、これしっかり取ってカウント勝負ですからね、はい、まあ3ピンあるんでね、
まあ、かなり久保田が有利があるんですけれども、はいはい、まずスペアを取って、はい、ただこの1ピン2ピン3ピン差で30ポイントの差がついてしまいます。さあ久保田はこれしっかりね倒していければ OK です。はい、7ピン倒した段階で久保田の勝利が決まります。はい、しっかり最後はストライク、はい、この勝負は久保田彩香取りました。これでラウンドロビン3連勝。うわ、寺下さんこれ取れなかったんですね。またまた寺下は悔しい悔しい敗戦、はい、194対190で久保田が寺下を下しました。寺下はここでまだラウンドロビン勝利なしという状況です。スタートダッシュの明暗が分かれ始めています。うんうんうん、決勝ラウンドロビンの第3ゲーム終了です。8ゲーム行われる決勝ラウンドロビン第4ゲームです。2位通過できています川崎優衣、そして5位通過の今井双葉の戦いです。川崎さん初めて入るレーンですからね。そうですね、かなり外から、はい、外からですね使っていきましたがストライク、はい、今年はグリコセブンティーンアイス杯で優勝も経験しています。これで通算3勝目、新人戦も含んでいます。ですからまあ新人戦優勝経験ある2人ですね。あ、そうですね、今井さんはねここのレーン入っているので、はい、ある程度は分かっているんですよね。微妙な変化はあるとは思うんですが、川崎さん外から投げているのでね、結構ねしっかり外から行きましたけれども、合うレーンと合わないレーンがあると思うんですよ。外から行くっていうのここはあまり外から行ってあんまり打った人いないんですよね。分かっちゃいますよね、この形にねどうしてもなってしまう傾向にあったんですけれども、うんうん、はい、小城さん、はい、この準決勝ですね、見ていた時も何人かいたんですよ、川崎さんと同じようなライブリー、はいはい、もう 2,3 人だったかなって感じですね。ずっと川崎プロはですね、うん、このラインで投げてましたね。あ、そうですか。でも川崎さん一勝最初に勝ってあと一勝いっぱいですね。この辺りがねちょっと上位4名しか残れませんので、はい、勝負のところ勝った場合の30ポイントもねしっかり取っていかなければいけません。まあ、川崎さんはスピードがあるのでね、はい、外から行ってもちょっと普通の人とは違うとは思うんですよ、はい、会えばボンと来るんだと思うんですけどね。今年3勝目を挙げたんですがまだ同一シーズン内の複数優勝を経験していませんので、はい、まあ、そこもしっかり経験した上でね、はい、ポイントランキングなども含めて上位にそしてトップに立っていきたい川崎です。ちょっとねここは本当にアウトが難しいところなんで、どう合わせ次合わせてくるかですよね。もう今の表情を見る限り、うん、本人も、ね、感じてはいますので、うん、ただねこうやってるってことは自分の投げ方が悪いと思ってるんですよ。あれね、杉本さんがおっしゃるそこじゃなくて、うん、レーンなんですと思うんですけどね、はい、今井さんはいい感じで投げてます。そうですね、はい、手元に第3ゲームの結果が来ました。川崎は前のゲーム姫路に敗れました。247対218、うんうん、姫路はこれで3連勝ですね。で今井なんですがこちらも坂本佳也に225対192で勝利、今井も3連勝できています。はい、初めての決勝ラウンドロビンです。ですね、さらにはお伝えした久保田彩香も寺下に勝ち3連勝。3連勝がやっぱり上位上いますね。そして山田は279のスコアで259の国防を倒しての勝利、決勝ラウンドロビン初勝利を挙げています。順位入れ替わっています。1位は姫路、2位に今井、3位に久保田、4位に山田が入ってきました。5位に川崎、6位坂本、7位寺下、8位国防です。となると川崎はそろそろねまた勝たないとという思いがあるでしょう。
ですね。今井双葉は本当にルーキーですけれども落ち着いてプレーしますね、はい、ですね。北条さん、はい、この今井さんに本当に冷静ですよねとお聞きしたところ、はい、本当は周りがとっても気になってしまうそうなんですよ。で見てしまうそうなんですけど、はい、そうすると左右されてしまうので見ないように冷静になるように努めてやっているそうですね。そういうのを努めてできるというのがすごいですよね。冷静そうに見えますけどね、はい、今も淡々とストライクを続けています。ただこの外から投げるというのはね、うん、変えずに川崎戦ってますよ、うん、やはりね微妙に変えてるんでしょうね。あの落下点をね中にしたり外にしたりスパッと中にしたり外なるほど変えてるんですよ。落下点を変えてるんですね、うん、落下点を変えてるんですよね。あまり外から行くと曲がっちゃうのでってまあ、でもやっぱりちょっと1枚入れたりボールの勢いを感じますね川崎は。そうなんです、あそこ得意ですからね、はい、今井です。ここまでターキー、ストライクは止まります。川崎はここで取れば追いつきます。はい、そうですね、先ほどストライク来てますからね。なるほどね、うん、うまく変えてますね。はい、あとは、うん、ポケット行き出しましたが天秤倒すかどうかですね。こう見ると本当にボーリングっていろんな選択肢が出てくるんですね、はい、プレーの中に。もちろん決勝ステップラダーの4人に残ることが各選手の第一目標ではあるんですが、はい、トップシード2位通過3位4位通過とありまして、うんうんうん、トップシードはもう最後に戦うだけ、はい、2位通過は3位4位の勝ち上がりと戦いますので、はい、やはり1位と2位のアドバンテージはあります、はい、ただやはり立ちはだかるのはこの姫路ですね。今横のレーンで投げているのが姫路です。このゲームですね、一つオープンフレーム作りましたね姫路プロ。あ、そうですか。ただ4フレから7フレまでの4連続ストライクが来ています、まあ、そこ取り返してますね、しっかり。姫路、今井、久保田がここまでラウンドロビン3連勝です。この天秤だけですね、うん、本当にそうなんですよね、はい、あのポケットをつくのは落下点とスパットっていうのはもう分かったみたいなんで、あとは天秤が飛ぶかどうかですよね。そこはもうピンアクション頼みになってくるんですか、それともまた狙いを変えていけばチャンスあるんですか。あそこからねもう7振りでしょ、はい、今からはちょっと難しいのでどうして倒そうかって、あとはその前後落下点の前に投げるのか、はい、手前から離すのかっていう方法もありますし、本人はどう考えてるんでしょうね、まあ、今の投げ方であれば大きく怪我することはない形ですか。でしょうね、本人はあそこが投げやすいんでしょうね。さあただ現状リードは今井、はい、ワンマークリードしています。そこを川崎は追わなければいけません。いい感じで投げましたよ今井は。どうだ、うん、倒れません。でも今井さんもこのように、ね、残して待っててくれるんで、川崎さんはもうダブルを持ってくればまた並びますからね、はい、まずはストライクが欲しい川崎。あ、エイトピンが見えましたね今、エイトテン。これはどう見ますか。今、ね、向こう奥でねこう伸びてる感じですかね、はい、この大事な時にしっかりスペアを取っていくこと、イージーミスはもう絶対ダメですからね。準決勝ねちょっとミスがあったので、はいはい、そこをしっかり修正しています。
もちろん川崎はミスが許されません、はい、このカウントの2ピンリードっていうのは今井さんにとっては大きいんですよね、はい、先に投げる今井がここで、ね、しっかりストライク取ると、はい、川崎にプレッシャーを与えられます。リードしている今井、ワンマークリードしています。ここ持ってくれるか気にならなかったんですかね。取りました。大丈夫でしたね。今ね声援がそうです、ね、他のレーンで何やらすごいプレーがあったようですけれども、はい、山田プロがですねスプリットだったのをしっかりとカバーしたなるほど、はい、ちょっとお子さん来てから乗ってますねさあ川崎さんここ欲しいとこですよ。取らなければいけません、はい、もう取らなきゃいけないとき思いっきり投げるんですよ彼女はね。その辺がストライクをボンと持ってこれる力なんですかね。来ましたね。ああなんですよ、はい、本当に今シーズン優勝者の一人川崎優衣です。さあただ依然リードは今井ではあるんですが今井がここ、うん、取るか取らないかです。はい、これね取っとかないとね川崎さんがパンチアウト来る可能性ありますからね。残ってしまいました。残ってしまいましたね。さあこうなってくると川崎が逆転のチャンスになっていきます。天秤に、ね、当たらなかったですね。さあ川崎さあ思い切り投げた取ってきた。これなんですよ本当にこの勝負強さ。うん、これカウント負けてるんでもう一つ持ってこなきゃいけないんですよ ね。 そうですね。あっとここで今井ミスです。あらあらあら今井はこれで205で終えてしまう形です。これだと持ってこなくても良くなっちゃいましたね。はあ、これは痛い。まあ、ただここを川崎取る必要があります。取る必要あるか。取らないと並びます最低。あ、これで川崎がしっかりと取っていきました。川崎これでもう205超えていきました。川崎が大逆転、勝利ポイント30を手にします。これで川崎が2勝2敗となりまして今井は初めてラウンドロビン敗れた形になりますね。そうですね、これはちょっと自分が自滅ですね。このテンピンのミスは。横のレーンは231対214、坂本が姫路を下しました。姫路も初めてラウンドロビン敗れる形になっています。ということもありまして、まあ、各選手の、ね、こう思いも感じながら、うん、なんとかポイントを取ろうという気持ちが結果に出てきています、はい、さあ中谷さん4ゲーム終わりましたが他のレーンも含めて印象いかがですか。いや本当に、ね、このゲームで姫路プロ初めて敗れまして、はい、坂本プロがその前2位から6位に一気に落ちてこのゲームだったんですね、はい、1ゲームで本当にどんだけ順位が変わるかっていうこの怖さ、はい、やっぱりちょっとまざまざと見ましたね。そしてやっぱり山田プロがお嬢さん来てから本当に力を発揮してさらにここも取りましたか。どうですか。まだね今続いてるんですけれどもリードしていますね。母強しですね、はい、本当に。いや杉本さん、はい、今前半4ゲームですけれども、これちょっとまだまだ混戦ですね。混戦ですね。どうなるか分かりませんね、はいはい、となるとね、うん、イージーミスはねやっぱりダメですよね。まあ、今井双葉もね、うん、本人も勝てたなと思ってるでしょうしね本来であれば、まあ、やはりミスは大きく影響します。ただこの流れですとまた次の放送のポジションマッチがどうなるかです ね、 ね、はい、楽しみで仕方がないですけれどもまずは前半4ゲーム非常に混戦模様をお伝えしてきました、はい、まずは決勝ラウンドロビンの前半4ゲームここまで解説は杉本勝子プロリポーターは中岩寺香織さん実況は ABC テレビの北条英介でお送りしました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。